何か言い分はありますか？俺は違う。裁判官、俺は追い詰められていたんだ。会社に業績アップを強要されて、同僚たちもいろんな手段を使ってるんだ。なのに俺一人だけ有罪だなんて理不尽だ。捕まえるなら会社もろともだろ。西原さん、その発言は自白と受け取って問題ありませんか？それでは判決を言い渡します。青井食堂食中毒事件について審理した結果、事件の性質に重大な変化が起きたことが認められました。よって原告の賠償請求を棄却、被告人の賠償金支払いの意思については刑事裁判終了後に再度審理します。司法警察の方は直ちに西原容疑者を拘留し、法執行機関に移送してください。じじい、どうしてこんなこと。全部あんたのせいなのに。本当に悔いようのない子だ。ミールキャットになぞ入らなければこんなことにはならなかったかもしれない。なんだと。左京に負けたならまだしも、テニスの初級弁護士にも負けただと。信じられない。被告人、特に言いたいことはないようですね。ではこれにて閉廷します。どうした？何か考え事か？裁判での行いを後悔しているのか？ならどうして裁判官に証拠映像を提出したんだ？だから覚悟を決めたのか。調子に乗るな。ハウゼンの粉薬、諏訪さんが服用していたのか。案件と何か関わりが。
君から見て諏訪さんの精神状態はどうだった？そうか。ところで、森月玲という心理学者にある書類を届けてくれないか？別件で手が離せなくてな。住所は封筒に書いてある。私と森月はただの仕事仲間だ。プライベートでは特に付き合いがない。彼と話すとき、過ぎたことは言わないように。ああ、その調子で頼む。気をつけてな。反論があるなら聞こうか。投資決定の時は随分ご就寝だったのに、今さらおじけづいたのか。社長、申し訳ございません。ミルキャットの不当な利益については調査不足でした。日頃から隠蔽工作を徹底していたようで、今日まで証拠などは見つからず。バックスが毎年億単位の金を投資してるビッグデータセンターはただの飾りか？そんなことはありませんが。そもそも証拠を集めて裁判にかけろとは言ってないよな。リスクがあると分かった時点で投資は中止すべきだった。今回のミスはお前らが取引先企業の信用と社会的責任の調査を軽視して投資を推し進めた結果だろう。ミールキャットが利益を得ていなくとも悪評を捏造する会社ならパックスは投資しない。パックスグループが泉家のものである限り、重要なのは一族の誇りだ。よく覚えておけ。かしこまりました。担当者が戻りましたら厳しく処罰させていただきます。担当者よりお前の処罰が先だ。パックスマネジメントは母が創設した。そこでこんなミスを犯した人間を許すと思うか？ああ、そういえば面白い話を耳にしたよ。ミールキャットの社長って君の親戚なんだって。社長、年次の高さに免じて起訴はしない。だがもうお前に用はない。出ていく。もしパックス傘下の企業でお前を見かけるようなことがあれば、その時は容赦なく潰させてもらう。